というわけで今回は、やっべ、住所もろもろ全部見えてる。よいしょ。はい、こんな感じで、買いました。ランダムレイヤーボリューム3ということで、レアはね、ノックアウトオーディンということで、オーディンがね、なんと、デュアルからね、いきなりガチンコレイヤーに進化して帰ってくるっていうね。まあまあまあ、もう4個しかないんでね、パッと開けます。あー、プチプチがある！どうだろう？プチプチはあった。せーの、ほい。あ、全然違うわ。何？見えないんだけど。はい、というわけで取れました。グランヒュドラ滅。待って、すごいな。うわ、すごいな。一個で全種類のシールが入ってる。ほんじゃ、2個目いきます。またプチプチ。いや、でももう、ね、レアじゃないって分かってるから、そこまで期待はしない。せーの。あー、ジャッジメント。はい、そんなわけで、ジャッジメントアシュラザンです。でも待って、すごくない？今んとことりあえずダブリはない。いいぞ。ちょっとこのままコンプ。まあ、コンプは言い過ぎか。いや、ちょっと、本当に、オーディングはちょっと出したいの。オーディンとノックアウトとね、ちょっと揃えたいところではあります。おっと、プチプチじゃない！ダンボールが2枚敷いてる。せーの、ほい。おーやったぜ、おい。おい、やったで、おい。やった！お、マジか、やったで、おい。なんと、オーディンデフォのまま出ました。よっしゃちゃんとノックアウト、オーディン、そしてゲン。いや、最高かよ。待って、コンプあるぞ。ベノムペガサス、1000。ベノムペガサス1000が出てないのか。待って、ワンチャンコンプあるんじゃない？本当に。今回限りは、本当期待し、せーの。ちなみに僕が今欲しいのはベノムペガサス1000なんだけど、ベノムペガサス残でした。いや、惜しいな。いや、マジ、すげえな、おい。もうほんとこんなん実質コンプでしょ。